こ行くかな。よし、ここだ。切られたいものからかかってこい。たあいもない、マジか。なかなかやるでしょ。さあ行くわよ。
で行くぞ。コールドミックスカイバー月戦行くぞ。グレンコルで攻めます。マジか。たいものからかかってこい。お宝だ。
っちゃ行くか。よいしょっと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 。お宝だ。よいしょっと。よいしょっと。お宝だ。よいしょっと。よいしょっと。おりゃ。斬られたいものからかかってこい。我々の勝利だ。おりゃ。お宝だ。よっしゃ、行っちゃ行くか。よいしょっと。よいしょっと。よいしょっと。おりゃ。お宝だ。やれやれ、お出ましか。よいしょっと。よし。どこ行くかな。よし、ここだ。なんつうデカさだ。何なのよこれ。ヤクマ十八頭身の一人を召喚したというのか。これが浄化作戦。なんてひどい。ふざけるなよ。仲間の命、なんだと思ってやがる。
それを使う。目的に一緒に進んでいく同士だ。いや、目的なんか違ってもいい。一緒に笑って、時には支え合って、互いが互いを信じ合えるようになる。そういう絆がいつも俺を救ってくれた。もう終わりか。暴れたんねえぞ。
仲間の絆を舐めるな。その大切な仲間たちを守るために、もう目の前で誰かを失わないために、俺は強くなる。これがイグニールの炎だ。炎竜王の崩壊。本当に強くなったな。見ての通り、評議員だ。うにょばっかにゃ。レビィちゃん、ルーちゃん、噂には聞いてたけど、本当に評議員やってるんだね。久しぶり。ルーちゃんこそ、記者やってるんじゃなかったっけ。なんでこんなとこに。レビィとリリーか。と、ガジルに似た人。喧嘩売ってんのかこの野郎。いや、あのガジルさんが評議員のわけねえし。ウイブチを探してる時、木のじいさんに誘われてな。ウォロットさんだ。こうしてギルドの上に立つことになった。ちなみにお前も逮捕だ、サラマンダ。目つきが悪い罪でな。お前は格好がエロい罪で逮捕。ジュビアはジトジト罪で逮捕。ジトジト。お前は魚食いすぎ罪。美味しさは罪だったのか。お前はなんかその存在がなんとなく逮捕だ。え、何ですかそれ。お前は言わなくてもわかるよな、グレイ。俺は甘くはねえぞ。貴様、ガジルに似てるくせに随分と調子に乗ってるな。俺はガジルだ、本物のな。いや、あのガジルさんが評議員のわけわかろう。実は本物のガジルだ。何？本気で偽物だと思ってたの？ならば話は早い。アバタールの浄化作戦を止めたのは我々だ。いや、もっと言えば。分かってるよ。グレイのおかげで俺たちもここまで来れた。感謝している。しかし迷惑かけたことに変わりはねえ。すまなかった。ジュビアはグレイ様が無事ならそれでいいです。俺たちが揃えば無敵。またみんなで一緒に戦えるなんて。少し大きくなったか、ウェンディ。いえ、全然変わってません。なんかギルドにいるみたいだね。このメンツが揃うとね。久しぶりだな。さあ、私たちの勝利だ。勝ちどきをあげろ。なんだよ、心配して見に来てみたら。この大軍をあれだけの人数で片付けるとはかなわねえな。いやー、して揃うとやっぱり壮観ですね。はい、プロもそう思うでしょ。あれ、フロッシュがいない。な、何混じってんだ。お前、セーバーのとこのフロッシュじゃねえか。クロム様、なんでこんなとこにいるんだよ。あいつ、約束破ったな。グレイにフロッシュは殺される。だから約束しろ、お前もフロッシュも
絶対町から出るな。こいつ改めて見ると可愛いよな。なんか癒されるな。気持ちはわかるが、その締まりのない顔をなんとかせんか。だってよ、恋がたきですか、あなたが。ヌツ、僕には弟がいたんだ。だけど生まれて数年でこの世を去った。僕にはどうしてもそれが解せなくてね、生と死の研究を始めた。そして死者を蘇らすリバイブシステム、時を超える扉、エクリプスの理論を作り上げる。でも魔術学院では死者復活は危険思想だとされ、僕は退学を告げられたんだ。ひどい話だよね。弟は生き返れないと言われて僕は動揺した。気がつけば学院の先生も生徒もみんな死んでいた。アンクセラム神がお怒りになったんだろうね。僕に矛盾の呪いをかけた。生命を尊く思えば思うほど周りの者が死んでいく。それを抑えるには生命を尊く思ってはならない。そして僕自身は不老不死にされてしまった。大勢の命を奪ってしまった罪悪感に苛まれ、一方で無限に研究できるという充実感を持っている自分を嫌悪した。そんな思考の迷宮を何年もさまよった後、僕は死にたいと願った。そして魔術の中でも一番の禁忌、生命の構築を始める。それは僕を殺せるほどの悪魔の創造、後のゼレフ書の悪魔、当時はエーテリアスと呼んでいた。魔法を形成するエーテルによって作り出した生命だからね。だけどどの悪魔も僕を殺すには至らなかった。そして最後の意味を込めて作り出したのが君だよ。エーテリアス・ナツ・ドラグニル。作ったなんてひどいよね。君はもともと人間だ。肉体があった。そう、ずっとこの日のために大切にしていたんだ、弟の体を。僕は最強のエーテリアスの創造と弟の蘇生、二つを同時に手に入れたんだ。僕はゼレフ・ドラグニル、君の兄さんだよ、ナツ。君がイグニールの元へ行った経緯や僕とメイビスの関係はまたの機会に話そう。今日はこれから人に会いに行く用事があるんだ。人なのかな。まさか本当に会ってくれるとは思わなかったよ。やっぱり普段はその姿なんだね。腕の怪我はどうだい、アクノロギア。何の用だ、黒魔導士。君は破壊を望む。しかし消食だ。その気になればこの世界をも支配できる力を持っているというのに、君はそれをしない。君の行動理念は不明な点が多い。有無も似たようなものだ。僕はずっと迷ってきたんだ。
傍観者でいた。人間につき君と戦うか、君につき人間と戦うか。だがその二極論が間違っていたんだ。人間も君も僕が殲滅する。それが僕の使命だったんだ。待っているのだろう、本気になれる相手を。僕が君を本気にしてあげよう。待っているがいい。ドラゴンと不死者と人間の最後の戦いの時を。うおー、懐かしいな。1年ぶりだもんね。どうしたのルーシー。ギルドはもうこの先だぞ。私この先へ行くのが怖い。突然夏が現れてフェアリーテイル復活だっていう話になって、私ちょっと舞い上がっちゃって。1年間一回も連絡取ってなかった仲間たちに手紙を送ったの。フェアリーテイルを復活させるためにマグノリアに集まろうって。冷静に考えればみんなそれぞれ自分の道を進んでる。私たちの思いがみんな一緒かはわからない。みんなもうギルドのことなんか忘れてるかもしれないし、私1年くらいで忘れるかよってんだ。カナ、よー夏ハッピーシャルル。ウェンディ、ちょっと大きくなったんじゃない？いいえ、特には。いやこの1年は私にとっても充実してたね。とりあえずギルダーツでも探そうと思って旅してたんだ。みんな似たようなもんだろ。特に私はガキの頃からギルドにいたからね。突然解散なんて言われても意味わかんねえっつうか、どうやって食っていくのかさえよくわからなかった。まあいい人生経験にはなったよ。みんな違和感みたいのは持ってたんだ。だから連絡する勇気もなかった。それをお前が打ち破ってくれたんだルーシー。来いよ、みんな待ってる。おう、ルーシー、手紙読んだぜ。みんな、久しぶり。ロメオ、元気だったか？オートじゃ派手にやったんだってな。ナツさんのですね。私も見たかったです。ルーシー、週刊ソーサラー読んでたよ。ルーシーのグラビアばかりだったな。なんだかんだでみんなルーシーのこと気にしてたんだな。みんな、ただいま。ギルド、ここに復活。俺たちがフェアリーテイルだ。一応ギルドを回していくだけの人は集まったが、これじゃ全然足りねえな。この建物も1年放置されてたからボロボロになってるとこありますしね。それに復活を宣言したところで評議員の認可をもらわなければ闇ギルドと同じだ。評議員、そうね。まずはレヴィちゃんとガジロを当たってみよっか。あの二人なら復活に協力してくれるだろうし、フェアリーテールに戻ってくれるかもしれない。
よし、メンバー全員かき集めて完全復活だ。こんにちは。え、そうですね、よろしくお願いしますね。